ライオンズクラブの会賞高岡アラートライオンズクラブは世界最大の社会奉仕団体ライオンズクラブ国際協会に所属する単位クラブチームワークを発揮して行うことによって有意義な効果を上げるように組織された有効団体である善良な特性の持ち主で地域社会で成功を得ている成人クラブ員2名の推薦で諮問委員の許諾で入会会員には 以下の種類がある。LG の国際大会、通称 LC コーンは毎年6月もしくは7月に開催されるライオンズクラブの定期大会である。日本では1969年と1978年に東京日本武道館で2002年に大阪ドームで開催された。2016年には第99回大会が福岡ドームを中心とした福岡市で開催。 また、博多ドンタクと同じ明治通りを使用してのパレードも実施。2017年の第100回記念大会は、シカゴ、2018年はラスベガス、2019年はイタリア・ミラノ、2020年はシンガポールで開催予定である。国際交流の一環として、少年育成プログラムイエプログラムがある。これは、ライオンズクラブを通じて推薦を受け、 交流のある国、地域のライオンズクラブメンバー宅にホームステイする、制度である。ありがとうございます。